そうだよね。するよ、多分すると思う。するよね。だから何の友達がくれたんですか。これはあれだよ、あれ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 、ガルシアくんじゃない、バレンシーの、あれ結婚して、結婚したの。そうなんですよ、結婚してくれた。あの例の彼女と。そうそうそう、はい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 。なんで、はい、おめでとうございます。ここです、ものすごいストレスを溜めてる人は誰ですか。このいたずらわかんねえんだよ、俺もいつやったかもわかんねえんだよ、これ燃やしてるんですけど、さっき大塚さんに言われちゃうんですよ、はい、これどうしたんですかって言われて、これすげえストレスだわ、病気の人なんですよ、これ、ね、大概心の病気ですよ、これやる多分夜中に一人で燃やしたんですよね、ここで一人って、覚えてないですもんね、心の病気ですよ、自律神経マリファナ置いたんじゃないですか、失調症です、はい、はい、というわけで、はい、YouTube を、はい、に載せようって話あったじゃないですか、はいはい、それをね、あれですよ、頼んどいたんですよ、実は、はい、いつまでもお前らどうせやんねんだろうみたいな話を、はいはいはい、頼んどいたんですよ、猫の映像を撮っといてくれって、ね、はい、でもう猫は可愛いんだけど、はい、いや違う、なんかやっぱりあれだよね、あの俺らの目指してるものと、はい、ただ猫を撮ってるものは全く別物だなっていうのが、わかりました。かわいいね、すごいかわいいね。さっき新しいオーダー出してきました。あ、あのごぼうをあの手袋で剥くっていう、こうやって、しごくやつね。こうやって剥くっていう、あれはどうですか。じゃあ、結果、やってくれっかどうかなんだよね。芋洗い、ってことは、でもね、あの、ボーイズラブが流行ってるんですって。寄付不上司には。ボーイズラブって何？男同士。だからそれは、はい、それはタマさんが男だからです、はい、女の子はボーイズラブがすごい好きらしいです。女がボーイズラブ、女が男同士が好きってこと、見てんのがね。じゃあ俺らがレズ見てる、レズ、あ、それは好きじゃん。だから、うんうん、女子は男同士だから、女が見る男のセクシー画像を撮った方が早いんですよ。そしたらだから天が両方だってんの。じゃあ、あ、違うの。え、女の人レズだとこういうさ、こう2本こうどっちもこう仮になってるやつつけるでしょ。このあのバカなんじゃないの、角見てる、角見てるやつつけるじゃん。あのだから角、違うよ違うよ、だから違うよ、それはだって映せないでしょ。え、映せないでしょ、 YouTube じゃ。じゃあ俺らが狙ってんのは完璧なエロではなくて若干のエロじゃん、わかるんですね。わかりますよ、わかります、言ったことはわかります、はい、それを目指すんだから、あれ誰かと撮ってこい、何、ボーイズラブ、うん、ボーイズラブはねえな、取ってきて一緒にお風呂とか男同士で入ったことあるじゃん俺と。いや、あるけど昔中学校の頃思い出した、気持ち悪い。だから それでいきましょうよ。でもだってボーイズラブを撮れば、うん、その女子は見るでしょ。あ、でガチモンの人も見てくれるじゃん、男のね。でも需要はだから需要はあるって絶対。